今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、またまた渡つねさんです。京都、烏丸お池でございます。前二八そばの天せいろを食べたので10割も食べてみようと思いましてですね、10割せいろの大盛り1050円でございます。いやいいですね。50円しか変わらないのに10割になるんですね。で、このだしもこれね、あの関東系の感じで非常に濃いだしで、美味しいんですが、10割となるとやっぱりそばの香りが、しているのとあれなんですよね、やっぱり繊細なんでしょうね。10割というのは、まあ若干だから切れやすいんですけれども、そばの香りはしっかりしています。で食べてまいります。そばだけで食べても美味しいんですが、タレなんかつけたらもう本当に美味しいです。ほんまはね、このわさびと お塩とかもつけて食べたいんですけど、塩分控えめにするために、塩をつけずにこのまま下の方だけつけてピッと食べると、そばの香りがして、その後にだしのカツオの香りとかがすると、いうことでね、カツオというか、まあ、あれですね、いろんな魚のものが入っているっていう、旨味が凝縮しているだし、でございます。いや美味しいです。でこれ閉店間際に行ったので、もう最高にとろとろのもあのそば湯で、これ閉店前に行く特権ですね。これね、もうめちゃめちゃうまかったです。このそば湯最高でございます。もうそば湯だけ持って帰りたいぐらいですね、あのだしとね、これだけでなんかもうご飯になるんじゃちゃうかなと思うぐらい。場所はこの辺です、烏丸お池のちょっと東の西側なんです、あ南側なんですけど、いやここね本当にそば美味しいんですね。でも僕が割とどっちかというと二八の方が好きかもしれないなと思って、やっぱりあの歯ごたえというか、そうなんですよ、こうなんて言うんでしょうかね、あの腰の感じとか、含めると二八の方が僕はバランスが好きなんですが、十割の方が好きな方も多分おられると思います。これはこの辺は好みですよね。皆さんどうでしょうかね。でもここ本当に美味しいので、いっぺん食べてみていただきたいんですよね、渡常さんの。もう本当に流行ってる店なんですけれども、というところで渡常さんでございました。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただければありがたいです。渡常さんばっかり言ってますね。はい、それではまた明日です。ありがとうございます。